高橋真嗣は岡山県津山市出身の元プロ野球選手。現在は北海道日本ハムファイターズの一軍打撃コーチを務めている。岡山県立津山工業高校では甲子園大会出場はなかった。1996年ドラフト7位で日本ハムファイターズに保守として入団した。2000年に最終戦でプロ初出場し、初打席で 初安打と初打点を記録した。2003年、聖保守候補だった、佐根松一世と山田勝彦が、キャンプ開始直後に故障したため開幕戦で、聖保守として、先発出場に抜擢され、そのまま、聖保守に定着した。規定打席には到達しなかったが、パシフィックリーグ保守としては、リーグ2位の12本塁打を記録。2004年は115試合に出場し、 初めて規定打席に到達する。日本ハムの奉仕として、歴代最多の26本塁打、84打点を記録。オールスターゲームにも選出された。得点圏打率はリーグ3位、満塁ではリーグ1位。アテネオリンピックで、小笠原道博の不在時は3番、フェルナンド・セギノール、4番、高橋のクリーンナップを組んだこともあった。 2005年4月試合中に一塁へスライディングした際に左膝の靭帯を断裂。復帰後、8月21日のオリックスバファローズ戦に保守として出場中、クリフ・ブランボーのタックルを受けて再度戦線を離脱し、54試合の出場に止まった。2006年開幕戦で先発マスクを被るも打撃が不審で、 この年台頭した鶴岡信也との併用が多くなり78試合の出場に止まった。2007年はレギュラー奪還、リード向上、本類ら20本以上を目標として掲げ、前半戦で打率3割を残し監督推薦で2度目のオールスターゲーム出場。シーズンでは112試合に出場し、本類がも3年ぶりに2桁を到達した。しかし、星として、 力が、鶴岡の方が勝り始めたこと、長打力も考慮され、保守以外に指名打者として出場することもあった。2008年4月1日の試合で数年前からに、軍で実戦経験を積んでいた一塁手で、先発出場してからは、この年のチームの右の強打者不足もあって、保守、指名打者以外に一塁手としての出場も増え、武田勝と、藤井修吾、ライアングリーンが、 先発投手を務めた試合で保守を務めた。藤川球児から支給を受け離脱した影響もあり、規定打席には到達しなかったが、108試合に出場し、100安打も記録するなど前年よりも打率がアップした。日本ハム時代2009年は WBC 先行メンバーに入るも、日本代表のメンバー入りはできなかった。シーズンは新人の王の翔太が加わったことや、 右膝を痛めたこともあって、保守としてではなく一塁手としての出場が、ほとんどとなる。オールスターでは、保守として選出されたが、保守ではなく一塁手として出場。聖波交流戦で、首位打者を獲得し、自己最多の134試合に出場し、2004年以来の規定打席にも到達して、キャリア初の打率3割を達成。状況によっては、送りバントを行ったり、 本類が狙いではなく、アンダや死球で次の打者につなぐことも心がける4番打者として、定着した。クライマックスシリーズ第2ステージでも、第2戦で、岩熊久さから、決勝の二点的時打を放つなどで活躍し、関東賞を受賞。ゴールデングラブ賞とベストナインを一類種部門で、初受賞したが、保守へのこだわりは捨てておらず、来年以降も、保守登録のままでと宣言した。 オフの契約公開で年俸が1億2000万円となった。2010年も開幕から4番を務めたが、前年のような打棒は発揮できず、打撃不振に陥り、打順も下がった。さらに7月1日の埼玉西部ライオンズ戦で、藤田太陽の投球を頭部に受けて入院。同27日に一度は復帰するが、支給による内地震等の悪影響が長引き、 8月2日に再度、出場選手登録を抹消された。以後、閉幕まで一軍に復帰できなかった。なお、藤田は、後日、本人の元にも出向き支給を謝罪した。結局70試合の出場で、打率も、250を下回った。オフには、FA 権を取得したが行使せず、野球協約が定める40%の減額制限を超える。 大幅ダウンとなる年俸7000万円で契約を更新。2011年は一類種にマイカホフパワーや稲葉ツ式が起用されたため、日本ハムでは一軍出場がなかった。5月9日に金銭トレードで読売ジャイアンツへ移籍。巨人では右の代打や一類の守備固めとして期待されたが、同じクロッテから移籍してきた大村サブローラの存在もあり、 27試合の出場で打率は1割台で結果を出すことはできなかった。また移籍後は内野手登録となったが9月3日には2009年8月25日以来二年ぶりとなる保守での出場を果たした。オフには出場機会を求め球団に自由契約での対談を申し入れ11月21日に自由契約となり12月15日に オリックスバファローズが獲得を発表。オリックス入団後の2012年1月25日に、ミンチとともに入団会見を行った。開幕戦は5番、指名打者で迎え、開幕4戦目の古巣、日本ハム戦では3アンダモー打賞を放つも、やがて調子を落とし、疲労性の腰痛のため4月27日に登録抹消。その後5月22日に登録されるも、 5試合で8、打数無安打に終わり、再度二2軍降格。8月14日に再度昇格すると、同日の対西部戦で、スタメン出場、2回裏の第1打席で、岸高幸から移籍後、第1号となる、逆転2ランを放った。8月22日の対日本ハム戦では、2ランを含む4安打5打点の活躍を見せたが、8月26日に3度目の登録抹消となり、 そのままシーズンを終えた。28試合の出場で打率20。202、日本類打12打点に終わった。一方で得点圏打率は、320を記録している。2013年は、開幕を軍で迎えた。5月3日に1軍登録されるとその日のゲームに、代打で出場し、シーズン初アンダその後一時は、打率1割台にまで下がるが5月23日の対。 中日戦にスタメン出場し本塁打を放つと徐々に調子を上げていき一軍に定着。6月23日の大楽天戦では9回裏に代打で出場すると、乗本高弘から右腰サヨナラ的自二塁打を記録した。前年を上回る51試合に出場し、打率は2割台前半だった。二千十四年は開幕戦は七番一塁手でスタメンだったが、 その後出場機会が減少し10試合の出場に止まった。10月25日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日自由契約公示された。オリックス対談後は12球団合同トライアウトに参加したが獲得に乗り出す球団はいなかった。12月5日には BC リーグのシナのグランセローズに打撃コーチ兼任選手として入団する見込みだと、 報道され、12月15日に、球団から、総合コーチ兼任選手として入団することが、正式に発表された。2015年8月18日、監督の岡本活動が辞任したため、監督代行に就任した。この年は、選手としては3試合の出場で10打数無安打に、終わった。2015年10月23日、フルス、 日本ハムの保守高知県打撃高知補佐への就任が発表された。2017年10月31日、2018年から2軍バッテリー高知県打撃高知補佐に配置転換されることが発表された。2020年11月30日、2021年から1軍打撃高知に配置転換されることが発表された。 日本ハム時代は低めの打球をスタンドに運ぶ技術を備えたチーム屈指の長打力を誇り本塁打を狙う大振りのスイングで打球にバックスピンをかけて長打を狙う打撃を持ち味としていたが徐々に広角に打球を放つミート中心の打撃となった2008年から2010年にかけての通算得点圏打率310と勝負強さも兼ね備え得点圏時には 長打よりもミートを意識した打撃に切り替える状況に応じた打撃もできる。ギターも卒なくこなす。50メートル走6.2秒、一塁到達4.2秒台、前半と保守としては俊足を誇り、高校時代には3年時に48試合で22、盗塁を記録したこともある。保守としては、地型は強いものの早球の安定感に欠け、リード面でも内角を攻められず、 外郭中心になる点を課題としており、2008年からは一類一種としての出場がある時になり、巨人とオリックスでは内野手登録となっていた。夫人は元読売ジャイアンツのマスコットガールのメンバーであり、2002年度のベルディガールズでもある岩田理恵。趣味はミュージカル鑑賞。日本ハム時代は FA 権を獲得したが、極力このチームにいたいと思うと言っていた。 ありがとうございます。